回二色コーデ。まあ、我々 ST スタジオインスタを始めるのが遅くてですね、はい、確かに動画のでの報告もないし、まあまあまあ、そうやね、概要欄にも載せてないという何もないし、実態だったんですけど、はい、服すごい好きなんですよ、ST 好きやな、好きよ、ね、もうね、この住んでる組はもうすっごい服好きで、そうだね、あ、俺も言うとても最近芽生えて、それに感化されて、これで芽生えて、おー僕はもともと結構好きだったんで、インスタがね、できましたので、ぜひ皆さんフォローしてほしいなーって、概要欄に載せますので、わー、下からインスタチェックしてもらいたいなということでございまして、お願いします。そこでやってまいりました、このなんだ、今からですね、ショッピングモールに行きまして、はいはいはい、ルーレットで今から決めた2色を使ったコーディネートで対決してもらいます。うわー、何これ、買った商品でもうバチバチに決めて、そう、バチバチに決めて、うん、写真を撮ります。おー、それをインスタにアップしておく。今から動画を見た皆さんにそのインスタに飛んでもらって、各インスタ、はいはい、このページのいいね数一番多かった人が優勝。おー、高い、優勝はね、正直結構どうでもいいと、ずっと抵抗よく突っ込んでくるね、うん、ずっともう気持ちがちょっと、ずっと気持ちがちょっとマキシマムザホルモンみたいなやつだ。ビリの方、はい、インスタの名前を1位の人に自由に決めてもらう、はい、おー、1週間その名前になります。いやー、めっちゃ恥ずかしいのつけたい。もうめっちゃ恥ずかしい。多分俺だったら、うん、人妻とかに。やだなー、肌見せたわ。6人での対戦でございます。やべー、皆さんインスタのチェックよろしくお願いします。お願いします。上と靴を変えてもらいます。下はこのルーレットで決まった上と靴、合うようなやつを今自分家で履いてってください。あー、なるほど、もうそこはセンスだ。そこはセンス、なるほどね。これ守りに入ったところでみんなにね、見てる人がどう評価するかわかんないよ。そうだね、なるほどね。攻めた方がやっぱおしゃれって取ってくれるかもしれないし、守ってもいいのかもしれない。だから今のわからない、一回目だから。もうね、俺は誕生日企画で味わってるから、守りに入らない方が。なるほどね。何が出る、何が出る、何が出る、誰がナビ、巨兵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 、ルーレットが決まりましたので、今から我々ショッピングモールにこのモデルのね、色たちを使ったコーディネートを探しに行ってまいります。それでは行ってまいりましょう。レッツプレイ、レッツプレイ、レッツプレイ、レッツプレイ。はい、ということで買ってきました。総額がね、だいたい多分20万ぐらい。あ、まあ言ってる言ってる。強兵の決断力が高すぎて面白かった。割り早かった。マジでかっこいい。そう、最初みんな迷ってて、後々行く店にいいのがあったら嫌だからっていうのでみんな迷ってたんだけど、強兵いいの見つけて、あ、これ早もがちしょ、行くわ。あれ行かれた。秒で買って、ったまんまとノリと大輝が困る。お前もう俺も全然決まんなかったから。そうだね。いや、ファッションってインスピレーションでしょ、やっぱり。分かってない君たちはね。そう、ペッペッペッ。なかった、かっこいいよ、ペッ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 です。ターボーさんだけバイクで帰ってるの。これから僕たちのコーディネートでインスタを撮って、よし、よし、皆さんに審査してもらいましょう。お願いします。お願いします。はい、ということで、こちらです。かっこいいでしょ、どうかっこいいでしょ、これ。まあ本当にね、楽しかった。最高だったね、今日ね。なんかもうさ、いろんな人に声かけられすぎて、なんか地元のおっさんみたいな。こんにちは、こんにちはとか言われて、こんにちはということで、一人ずつね、ポイントを説明していただきます。じゃあ、リボンさん。まあ俺は、まあグリーンと白ってことだったんだけど、まあ上はちょっと、まあカジュアルというか、まあちょっとストリートに緑のシンプルな感じで。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。何が正解なのかわからない。はい、じゃあ大輝さん。はい、私はやっぱ夏なんで海をイメージしてる。おー、かわいい。海です。プラスアルファでネックレスとかも。おー、かわいい。かわいいネックレス。ずるいよ、それ。まあでもみんなも確かにおしゃれだけど。それずるいよ。ずるい、ずるいな、それ。ずるくねー。俺もじゃねーか。俺もだったねー。はい、じゃあダンボーさん。僕はね、画像見ればわかるんですけど、まず赤い靴のこの英語の文字と、この英語の文字。合わせてるんだ。合わせてるんだ。実はここも英語なんだけどね。そう、ここもです。以上。はい。はい。黄色いシャツに、こういう柄ってあんまないのよ。確かに。で、それをちょっと狙いましたね。で、この浮き上がってる、この文字も可愛い。おしゃれにおけるね、チートとしてあるんですけど。はいはいはい。赤と黄色はチートです。赤とチート黄色。赤とチート黄色。マジで黄色に入ってワンポイントで、やっぱノリさんおしゃれ。おしゃれだな。はい、俺はもうね、これ、即戦。これおしゃれだったね。これさ、やっぱ最先端だから。最先端だからね、俺、そう。ピッピッピーだから、そう。ピッピッピーだから、そう。
ちょっと待って、ソックスインはもう関係ないのよ、これと。これ、これ紹介せな。これはこれはまあ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 、ぼちぼち。ぼちぼち。あ、そうそうそう、足元が消してきて、足元が取られたんだよ。そうそうそう。俺はね、焦らずにじっくり見てたんだけど、あまりに緑がなすぎて、このギリギリ緑。うん、そうギリ一発目可愛いけどね、これ。そうだ、ポイントはこう後ろや。やっぱローリングストーンズ、これ。これが可愛いよ。あまりに緑がない、すすぎてっつって、両端が緑って。あ、ほんとに。あるやん。いや、これはもう限界だって。そうだ、これ限界。これしかない。この3つしかないんだよ。で、ポイントはまあストレート系と。上落ち着いてるけど、下ちょっと徐々に攻めていく。なるほど、やんちゃんで。ピラ、ピラの白で。そうね、一番かっこいいね。まとめていきました。はい、帽子もおしゃれ。それがね、大人っぽくて可愛い。すいませんね、私がのりさんだけかっこよくてね。ごめんね。ライキもいけてるよね。まあ俺もいけてる。ソックスインしてるし。違う違う違う、俺もだけ結構珍しい。ひなそうなやつを着てる。やっぱ攻めてるなって。え、てかお前まだ買ってないじゃん。あったわ。英語の英語とかいろいろなんかわけわかんないことしてたし俺。以上の写真たちがね、僕たちのコーディネートした写真がインスタグラムに載っています。はい、こちらをね、いいね数で戦いまして、負けたビリの方が名前変わりますので、この動画見たら、すぐ概要欄からインスタグラムに飛んでください。お願いします。アップされた次の日の昼までがいいねを観察する期間でございます。やばい、いいねして。本当お願いします。ありがとうございます。本当にどうもね。お願いします。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。元気だな。野球部か、お前。はい。はい。はい。おい、次の動画ではちょっと気をつけて。うん、はい、よいしょー。1年集合。はいはい、整備補正。はい、整備補正な。はいはい、言われたらすぐ行け。はいはい、いいじゃん。はいはい、お前ら今日何回やる。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!